俺のホスト論の話をすると、生きがいがなくなった人は行けば寺と一緒だからさ、今ホストハマってる人無理なんだろうな。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ウーバーがあともうちょいで来るんやな。なんかさ、7点とコラボしてからさ、やっぱりそっちのお仕事の人があのコンテンツは見てるんだね。その夜のお仕事をしてる方々のからの DM がバカ増えてさ、夜のお仕事をしてる人たちのダイエット日記とか俺は毎日見てるよ。で、その子たちってなんかそこら辺ちょっとバグってるからさ、普通に下着姿とか乗せてくんの。そういう子がめっちゃ増えた。見せねえよ。さあね、7点と本当に7点の話題を出したところからこう、ぐーって増えてきたね。あ、あれかなと。そういうお仕事してる人たちのホストの話も増えた。そういう女の子たちってやっぱりね、ホストハマってるんだわ。どうしたらいいですかっていう。俺はね、ホストに関してはね、いいと思うんだよね。俺のホスト論の話をすると、他に生きがいがある人がホストに行くのは俺はやめた方がいいと思う。ハマっちゃう可能性があって、そこに金が吸われる可能性があるから。例えばなんか今大学頑張ってるとか、演劇頑張ってるとか、奨学金返すの頑張ってるとかさ、夢がありますとかいう人がホスト行くのはやめた方がいいと思うんだけど、生きがいがなくなった人は行けば寺と一緒だからさ、どこにでも生きがいを見つけられればいいのよ。寺ってなんか人生観とかをリセットする場所だけど、まあちょっと似てるとこがあって、ホストに行ったらさ、そのホストにさ、生きがいを見つけるかもしんないじゃん、それがホストとはいえ。で、それで生きるんだったらよくね。生きるのが思んなくなって、生きがいがなくなったら、あ、行けよホスト。それ以外は行かなくていいんじゃない。奨学金返したいって頑張ってる時にさ、夜のお仕事、そこでホストにはまっちゃったとするじゃん、奨学金まで手つかなくなっちゃうよ。ホストに来ると友達を見ると一気なくなる。まあホストって初回で安いらしいからね。どこのホストも初回って安いんだって。友達のノリとかで行っちゃうらしいよ。初回っていうのがあって、2、3000円とかでちょんちょん変わるんだって。ホストの人がどうもこんばんは、こんばんは、こんばんはって20分おきぐらいに。で、沼る人を厳選して500円なの、もっと安いんだ。まあとりあえず一回来てみろよ、俺たちの世界にハマるからお前って自信があるんだろうね。今ホストを辞めたい人はどうすればいいんだろうね。そこはちょっとな、自制心の問題すぎて何も言えないよね。今ホストハマってる人無理なんだろうな。他のことに逆にお金使ってみたらいいんじゃね。あのホストってなんかね、売れる人ってめっちゃ両極端なんだって。ガチクズ、超絶 DV するガチクズみたいな、もう DV でつなぎ止めてるみたいなクズか、頭を使って客をちゃんと呼んでる、まあ、有料な人です。そう、なんかガチクズは自分が老いていったらそのまま終わっていくんだけど、その頭を使って上までよじ登った人は裏方に回るんだって。ホスト業が終わったら運営に回るんだって。スタミローランド好きそう。いや見てて面白いけど、ちょっとポジティブが過ぎ、ポジティブの域を超えてるというか、人ならざるものって感じして、ちょっとあんまりね、共感できなすぎるかな。ちょっとあれ人ならざるもよしょ、普通に。あの人のモーニングルーティーンすごいよ、マジで。極限だからね。俺は別に自分に甘いところだから、あの人は自分に甘いところ全て撤廃してるんだよね。時間経過でしか開けらんない貯金箱みたいのがあるんだよ。8時間でセットしたら8時間そのケースが開かないみたいな箱があるんだけど、朝起きて自分のことをつぶやいたら、ローランドスマートフォンをその貯金箱にベーンって入れて8時間セットして蓋閉めんだよ。俺の人生にスマートフォン必要ねえっつって自分のその事務作業とか今日やることとか確認したら、そのなんか貯金箱にスマートフォン入れて、それで
生活するんだって。サセさん、このなんですか、マッチングアプリで出会った女性にスマホの調子悪いって言われてよくわからんコミュニティサイトに誘導されてるんですけど、黒ですよね。黒で。マジで業者たくさんいるから気をつけな、本当に。やっぱり男とおちんぽで動いてるっていうのをさ、理解してるから世の中は。頭いい業者の人たちとかさ、性欲だったりを刈り取ろうとしてくれる人たちたくさんいるよ。なんでそういうのが、続くかっていうと、お前みたいのがいるからだから。お前なんで疑問に思ってんだよ。黒に決まっとるだろ。お前みたいに疑問に思ってる奴はたくさんいるから成り立つんだよ。でももしかしたらって思うのは、そういう詐欺してくる奴の写真ってめっちゃ可愛いだろ。マジ 1% この可愛い女の子、物にできたらたまんねえなと思うでしょ。そうできてんだよ。すげえ可愛い子の写真でしょ。わかるよ。それがめちゃめちゃなんかスタイル良かったりするでしょ。マジでカモだなーって思ってるから。いや、おぼくんの企画すごいね。事故らないか心配？そこら辺心配するのって面白くないよ。ただやらせとけばいいから。心配する民が湧くと、それに対して、なんか説明とかが CR とかから入ったらもう一番思うんだよね。練習してますとか。練習してから行きますとか。いらない、いらない。マジでいらない。おじじが全責任を負って、おぼくんが事故ったら、もうおじじが、もう頭を下げるで終わりの話だから、企画として。まあ、おじじのことが心配な人は心配したいんじゃない？謝罪するときは頑張って謝罪してくださいって。おぼくんのことを心配するのはおぼくんの心配になってないからね。おぼくんをおもんなくしてんのお前だぞ。おぼくんのことが好きなら心配すんな。まあ、これあれだからね。おぼくん、まあ、配信もできるけど、シティヘブンのさ、バニラバニラとやってること同じだから、CR の宣伝カーをおぼくんが運転してるんだよね。バニラバニラ高収入の運転手になりましたって発表だね、おぼくん。で、それを配信できるから、もう企画としてはめっちゃいいと思う。宣伝効果あると思うわ。おもろい、俺もこういう企画は好きだからさ、なんか、すべてインターネットとかそういうので宣伝できる世の中で、それアナログな宣伝の仕方をするっていうのはめっちゃおもろい。好きだね。俺大好き。おぼくんしかできない企画だから、もう、最高の旅を見せてほしい。なんか今回の、心配するリスナーとかにビビって、いろんなことするのをやめるのだけはやめてほしいね。ちょっと配信切るねとか言って。2時間だけ、いや90分かな、3万円ちょっと消費しますねとか言って、CRG にさ、クレジットカード、いや3万円だけ、使いますつって、配信切ってさ、秋田美人とは本当なのか、サブクレジットカードを作った。2時間後、おいそ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 。いやー、チャーでしたね。人の金で。そういう面白い企画がさ、無限に思いつくじゃん。面白いストーリーが。それを邪魔しちゃうのは、おぼくんが君な、好きな君かもしれないから、心配でも黙っててあげた方がいいよ。まあ、人間味があるからね、おぼくんは。家なしの生活を経験した人って本当に少ないから、そういう人がキャンピングカーでどういう生活をするのか楽しみだね。どれどれどれ。おぼの特設ページ。おぼがゲーム配信で資金を調達しながら、各都道府県にミッションをクリアしていく。それをクリアしなければ次の都道府県には進めない。そんなゲームをちゃんとやんないといけないの、これ。1日最低5試合をゲームプレイ。きつすぎるだろ。勝率 100%、5試合全部勝ったら、1万円はガールズバー1日兄弟は、ご当地、外食無制限。お米とパン、パスタなどの炭水化物、調味料に関してはいくらでも買うことが可能。なのでね、白飯はいくらでも買えるんだ。
ミラー配信させてもらうわ。いやー、1日5試合必須なのが痛えな。あと勝率 39% 以下で100円って結構引かないか。そこはもうおぼくんの配信者力が問われるね。俺だったら田舎のおじいちゃんおばあちゃん家にピンポンしてご飯もらいに行くわ。畑やってるおじいちゃんおばあちゃん家にとつって食材もらいに行く。俺だったらこの企画をした人とはなんかいい酒が飲めそうだな俺。 100% どうでしょう。ズーム見てそう。おじいじが企画したのかな。そこら辺の金なら大人たちはゲーマーを使って悪い遊びをさせますな。